ありましたよ。もう存在感がすごいのよ。これからこれからにします。今回は初のリベンジ戦でございます。いきなり出るキリン柄とかも最高ですよ。お願いします。ボタンも大事だけど、おー、キリン、キリンカットいきました。いいところを動画で見せてやりたいと。押すぞ、うい、あー、復活して、復活した当たりました。ありがとうございます。実戦騎士はリベンジいたします。新北斗無双第3章ジャギの逆襲です。負けるなら源氏郎がいいもん。今日も時にやられまくるのか。うん、強すぎる。待って、突然でしょ。玉ガチャ、おはようございます。今回も始まりました玉ガチャです。ということで、パチパチ、実践人はいつも通り私玉ちゃんです。なんと今回がですね8回目ということで、本来であればそろそろですね、まあ、終わりが見えてくる頃なんですけれども、私この玉ガチャはとても不戦続きでございます。こちらの番組は私たまちゃんが日本一の女を目指しつつ、毎回ガチャに入っているミッションクリアに挑戦していきます。番組累計で10個のミッションをクリアすることができればご褒美がいただけます。さらにですね、日本一の女は実践騎手の最大出玉数、一撃連チャン数を更新することによりまして、特別なご褒美の方ももらえると。ミッションはいつも通り2つあります。本日その2つのミッションをクリアすることによりまして、もう1ポイントプレゼントとなっております。大チャンス回ということで、今回は初のリベンジ戦でございます。実戦騎士はリベンジいたします。新北斗無双第3章ジャギの逆襲です。7回やってきて、まあ最後の最後にドラマはあったんですけども、本当に通常に何もなさすぎて、あの前後編でもない1回きりみたいなね、はい、そういう回があったんですよ。まあ、割と記憶に新しいね。まあちょっとそれもね、悲しかったんですけど、何より私自身がめちゃめちゃジャギの逆襲大好きで、まあもうすごい打ってますので、もういいところを動画で見せてやりたいということで、まあ、今回はリベンジさせていただきます。そして早速これからミッションの方をまず一ついただいていきます。こちらが絶対にクリアしてくれというミッションですね。もうこれは引きとかじゃないから、絶対にいきます。ドン、ジャギバトル中、マミヤ、リン、バットに勝利しろ。あ、これは前回私がガチャで引いたやつだ。で、達成できなかったミッションですね。それをじゃあまあリベンジしろってことですね。まあマミヤかリンかバット、まあ星4キャラ、まずは、ジャギバトルに入れろ。了解です。そしてお次のミッション、こちらはガチャを引いていきます。いつも振るんですけど、今日はもう時の流れに身を任せる。振っていいことがなかった、一度も。ありがとうございます。いや、これ通常キリン柄とかかな。一撃当選チャンスで当てろとかやめて。どうぞ、世紀末決戦リーチで当てろ。あ、普通ですっていうか、はい、当てますね。むしろあのもう王道の当たり方で、逆にこれ究極無双いっちゃったらダメってことですか。ダメですよね。大丈夫、この2つのミッションをクリアすれば今日は3ポイント、そしたら私トータル6ポイントになるんですね。まあ8回目なので、そろそろ何かいいことがあるんじゃないかなと思っております。そして記録の方が前回とね、一応変わってなかったっぽいんですよ。51連で最大出玉数が77,160発、
まあ目指したいですけどね、おまけ要素ですということで、今回はこのおまけ要素はちょっと置いといて、しっかりとミッションを達成できるように頑張っていきたいと思います。玉ガチャ、それではリベンジ戦でございます。ジャゲの逆襲、こちらで100波言わせてやりたいと思います。もうその前回、あれ何回目だっけな、この玉ガチャの5回目で、ジャギを打ってるんですけど、その時に通常時1000ハマるっていうね199だぞって、まあ、目標としては初当たり、まあ、3回欲しいですね。3回で2回ぶち込みたいで、3回当たれば絶対的に決戦で当たってますから、まずは確率以内の当たりが欲しいです。じゃあそのめちゃめちゃハマった時って決戦にすらなかなかいかなくって、まあ確かに決戦行くとまあ5割ぐらい期待が持てます。だからまあ行かないのはわかるでもそれに行かないことには当たりも見えないからさ、ちょこちょこは行ってほしいんですよね。でまあ保留も、まあ、青でも割とまあ育ってくれるし、何か起きれば、もちろん一番待ってるのは、まあ、個人的な X 秒予告かな、まあ、1個じゃちょっと足りないけどストックあったりとかでくれれば、まあ、その全体的に信頼度上がってるっていうのもあってかなり期待が持てます。で結構90波超えるのが多くて、金保留だったり究極無双、真剣ゾーンとか超えるの多いから、まあそういうのが絡んでくれれば、まあ、まあ当たりが見えるかなと。すごいな、当たりは隣の台だったかしらもうすでに私が100回転回ってる間に初当たり3回引いてるな。やっぱね、台選びね、大事ですよね。なんか今の台ってこれがあるから、取りやすい方、取りやすい方っていうので、こう左による傾向があってカメラがあるときは特に、本当はそれを考えない方が良かったのかもしれないですね。とりあえず、まあ、青保留で、まあ、1個引いた。決戦行ってくれ、1回ぐらい。これ赤が欲しかった。ダメかー90超えてくれ。あ、超えた。いくか。これで一応本日初の、決戦なんですけど、今のところ予告的な強いのは出ていない。ただ当たれるミッション達成、赤保留です。まあ、60% ぐらい。あとはカットインからの、まあ、究極無双行くか行かないか。ただ究極無双行っちゃうと、まあ、当てたいからいいんだけど、あのミッション的なものがねちょっと微妙だなっていうぐらい。だから普通にキリンカットイン出てきてくれれば、でまあ緑赤にはまだなんないね。いやこれはね赤保留だから赤まではいってほしいかな。赤保留でカットインキリン、まあ、この流れですかね。緑のままだと本当にキリンがないとめちゃめちゃ厳しい。ただ変わんないか。あ、赤いきなり出るキリン柄とかも最高ですよ。お願いします。ボタンも大事だけど、おお、キリン、キリンカットいきました。押すぞ押すぞ、お願いします。よっしゃ、当たった。91回転、一発目のチャンス到来です。投資は6000円、6本です。
ということで、あ、ミッション一つ達成しました。ウェー、よかったいや、ハードル低いミッションなんですけどね。で、こっからは、へそは 100% 2ラウンドの通常時短が1回ついてくる。まず2ラウンドを消化します。で、この1回転の時短で、約3分の1を引く。それだけ、それだけの話。デキさん、よろしくお願いします。 OK。 で、一応裏ボタンもあるんですけど、やんないよ。順当に倒していきます、ケンシロウから。ふぅ、普通だね。チャンスアップは、あー、出てない。ただケンシロウは突破してくれ。見せ場的にも突破してくれ。よし、次トキで、トキがかなり強敵なんで、個人的にはトキでチャンスアップが欲しい。赤タイトル、もしくは裏にアミバがいる。 OK、 ある。まあ、ここは突破できるでしょう。アミバがいれば完璧。いないね。いるときはね、このトキのね、後ろに現れるんですけど。よし、ラオウです。ラオウは一撃で、ラオウ登場時に植木をするボタンもあるんですけど、それ2分の1でなります。ただやらない今はやらない。ボタン一撃です。チャンスアップあれば完璧なのに。いや、いける。ラオウまで来たら当てましょう。これ朝一突破したら超でかいから。ジャギー、いくぞ。今日は一緒に共に大勝ちを目指そうじゃないか。はー、いきます。押すぞ。うい、あー復活して、あ、復活した当たりました。ありがとうございます。さすがジャギ様ということで、ここから 81% を引き続ければ、継続をずっとしていくと。ただこの時点で 19% を引いてる可能性もあるから、その場合は10ラウンド1500発で終わってしまうんですけど、まあまあまあ、そんなことは考えない。で、あとは、まあ、リンちゃん、マミア、バットを出すことができればもうコンプリート。あとはもう弾を出すだけ。いやー、いいね。ジャギーはやっぱ突破した時が楽しすぎて。で、一応モード3つあるんだけど、不定だと出てこないから、俺様も通常のモードで、まあ、ちょっとあのリンちゃん、マミア、バットを待ちたいと思います。出てきたら星4のキャラなので、まあ、基本的にはね、負けないだろうっていう。で、まあ、極みモードではないんですけど、割と結構赤系だとかチャンスアップは出るはず。あー、待て待て待て、キャラめっちゃ大事。え、レイ、あ、じゃあ、やばいやばい、ファルコ。半分減って、半分減って。いや、ちょっと待ってそういうのやってない。いきなり 19% 引くのはやってない。負けるならケンシロウがいいもん。まだわかんない、まだパターンはある。嘘でしょただこの時点で 19% 引いてる可能性もあるから、その場合は10ラウンド1500発で終わってしまうんですけど、終わりましたいやだ、もう本当にやめて。まあ、朝一からダブル抜きなんてそんなに簡単じゃないってことですね。まあ、一応球はね、しっかりとゲットできたんで。このやつ剥がしたんですか。あ、交互に貼ってあるのか、ポイント交換会は。あれ、ユリアじゃん。
ダメか。一撃当選。あ、行きましたね。今気づいたらユリアがいた。ユリアはかなり出てくるだけでもこうチャンスで、一撃当選は今回カットインが出た時にボタンを押すとなりました。今ボタンを押しました。キリンカットインでまあカットインが出る時点でもう熱いんですけど、まあ、一応ね押してみた。なった37回転。持ち玉今1150玉残ってます。いいよ、初当たりが引けるのはいいことだよ。それだけチャンスが広がりますから。ということで今回も早めこれで入れられたらまず天才なんだけどな。ジャギって天才だっけ。いけるんじゃないですか。へー、いきますか。流れでいっちゃいましょう。ここはゴーゴー。ケンシロウで終わんなきゃもうそれだけでいいって思っちゃってる自分がいるんですけどね。このチャンスアップがね全然出ないんだよね。あ、ねえ、え、あれもともとビリビリボタンだっけ。あ、でも行きましたよね。トキッちゃん、変になんか 19% ってかいきなりさ薄いのを引く日だから突破はしそうなんだけどな。アミバいないね。今日もトキにやられまくるのか。いきます。割れろ。じゃあもう一回当てよーっと。おー、いった。女性期末グランプリ行きました。で、まあ、対戦の相手によって信頼度がかなり変わるんですけど、まあ、でかいババアとあと無本物だったらかなり期待があるけど、ジャギだとね、あ、ジャギじゃねえや、これがジャギだわ。ミバだと、まあ、やっぱちょっとね一番弱いのよ。4割ないんじゃないかな。アミバ消えろ、アミバ消えろ、アミバ消えてくれ、アミバいらない、お願いだ。いやだもうトロップも変わんないし盛り上がってるわけでもないし、カットインも来ない。いい、お願い。しょうがない、アミバだから。それでは2枚目を出ていきます。保留変化、あーでも青スタート、あーでも一応 XBEX 88秒じゃん、癖あるな。出ました。で、まあ、ストックあればね信頼度も高いし、赤だったらっていうのもあるんだけど、決戦中のチャンスアップとあとは究極無双の有無。あとは保留変化もだね、決戦リーチいた時に保留変化してくれたら。とにかくなんかちょうだい赤です。いいよいいよ、なんかとりあえず赤堀をくれたよ。変われ変われ、よし。いきなり赤になれ。あー、この辺なん
中だったら本当嗅覚もそう見えてくるんですけどね。わあ緑キリン、おおでもキリン出た、もう9割超えですよ。行くぜ、よしよかったー。旗あたり3回目追加投資して総投資が12本で、まあそろそろ入れたいところですよね。入れたいよ、入れたいんだよ、ヤギバトルしたいんだよ。ケンシロケンシロ、まずはケンシロ、ケンシロは超えるぞ、いきます、よし、陶器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 、アミバいない、2発目で突破してほしいんだよね。最後いきます、うん、強すぎるマジで時が強すぎる。3枚目を入れていきます。この音らしさはやばい匂いしかしないな、なんか線はまった時を思い出すというか、しかも真剣の前よりタイトル赤なのでこれは決戦ですね。まあこの X 流国は、まあ、覚醒だと思いますよ。ジャギにしよう、圧か、気圧じゃなかったな、覚醒ねえねえ、ユリアエピソード出ました。え、どれがいいですか。普通運命の人とか懐かしいからいいけど、見たことあるからな、これにしよう。ちなみにユリアエピソードはもうね 76.9%、 まあ8割ぐらいあるで、マジでジャギでは初めてだと思ってるパカ、まあ、これはもらったでしょう。ない頃から美人なんですね。これミッションがもし仮にあってもクリアできてたってことですよね。このチャンスアップどこかにあるのかな。でもテロップ赤は多分チャンスアップだと思う。ていうかなんかすごいの出ましたよこれもデフォなの。え、待って待って、いや突撃でしょ、不純でしょ、ほらよかったあのエピソード来たことがないからさ、何がデモなのかもわからないまま、とりあえず当たりです、よかった、びっくりしたわ309回転、29本使ったね、地道に使ってるね。4回目の初当たりでございます。あ、なんでそっちルート行くの、ちょっと待って、上行っちゃった、せっかくガン見してたのにうわー一番最悪のパターン、ちょっとハマってケンシロウ負け、次です、もうさっさと行きましょう。
1万円札がなくなってしまいました。刻んでいきたいと思います。まずは5000円。さてさてさて、マンホール、まあ、トータルで言ったらねめちゃめちゃ弱いんだけど、きた X 秒、まあ短いかな、継続と継続でしょうけど、いいのいいの、なんかあるだけマシです。あ、しかもストック2個になった。で2個がね赤なんですよ。いいねいいね。ここが赤タイマーだと思いますよ。え、違うの違ったよ。ただのかける2が赤でした。ちなみに今日は熱いものは基本外してないかな。一撃当選チャンスを1回外したぐらいで、接戦とかはここが正しければ外してないかな。うん、これがね、タイマーが2個ぐらいでいっちゃってたら微妙だけど、1個とかでねやれる気はしてる。大丈夫、やっちゃってください。ノーリュー金までいてほしかった。赤赤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 になんない。うわー、緑止まり。赤赤赤赤赤、一気に赤まで行って、うーん、なんかカット、ちょっとね、微妙です。ボタンがチャンスアップだったらいいんだけど、このままだと当たんないかなー。あー、やっぱ1,2,3、4万円を使い切りました。4万1000円だ。終了です。お疲れ様でした。もう毎度毎度言いたくないんですけれども、すいませんもうごめんなさいのありがたみもなくなるぐらい毎回謝っている気がします。とりあえず、実践結果の方なんですけれども、投資の方が45,000円、出玉が最終的には0玉ということで、マイナス定玉の方が11,250玉です。もうトータルの頭がとんでもないことになっているよ投資もとんでもないことになっているよ。まあプラスなことを言えば、これをいつかね 2,3 回で取り返せるっていうのが、まあ現代のパチンコだと思いますので、まあ、ちょっと引き続き頑張っていきたいと思うんですが、大事なのが、まあ、ミッション。本日のミッションは2つありまして、ジャギバトル中にリン・マミヤ、バットで、まあ、出せでした勝利でしたっけ、まあ、それともう一個が、最終決戦リーチで当てろということだったんですけれども、ミッションはその決戦リーチで当てましたので1つは達成しましたということで、トータルがですね4つ、4ポイントっていうんですか、ミッションは4個達成なです。まあ今日は3個ゲットできる大チャンスだったので、いや朝はねいけるなと思ったんですけどね、まあジャギはそんなに甘くはございませんでした。ということで今回は残念ながら、今回も残念ながらだったんですけど、もう本当に私のいいところって前向きなところだけなので、まあね8回目終わった時点で確かに4つかもしれないんですけど、まあ今後もミッションがね2つとかねありますので、もういつかはドカンと見せてやりたいと思いますので、次回こそ頑張ります。それでは今日はもう雨も降り始めたし、さっさと帰ります。まあ本当はちょっとなんか違うパチンコ打ってやろうかと思ったんだけど、財布の中身がないんでおとなしく帰ります。それではまたお会いしましょう。さようなら。